ジャンボジェットはケニアの格安航空会社。ケニア航空の完全子会社で、本拠地はケニアの首都ナイロビに置かれている。社名のジャンボはスワヒリ語の挨拶ジャンボに由来しており、通称がジャンボジェットであるボーイング747との関係はなく、綴りも異なる。また、ボーイング747はジャンボジェット社において運航されていない。 ジャンボジェット社は2014年4月1日に運航を開始した。運航にあたり、ケニア民間航空局は国内線に加えて、ブルンジ、コモロ、コンゴ民主共和国、エチオピア、マダガスカル、マヨット、ルワンダ、ソマリア、南スーダン、タンザニア、ウガンダへの運航許可を2014年1月の段階で与えているが、2015年4月現在で、 国内線以外の路線展開は行われておらず、国際線の運行許可も2014年9月27日で期限切れとなっている。2013年9月の設立時に、アイシマカテアニが社長に就任し、ウィレム・アレクサンダー・ホンデュースが最高経営責任者として指名された。24名の従業員を直接雇用し、ケニア航空から20名のパイロットが出航することになるという。 また、30名の客室乗務員が、ケニア航空以外から雇用されることになっている。ジャンボジェット社は、ケニアのフラッグキャリアである、ケニア航空の完全子会社となっている。単元株価格は20シリングで、発行されている5000株をすべて、ケニア航空が保有している。ジャンボジェット社のボーイング737から300、前述の通り747は利用しておらず、 737を主力としている。また2015年3月30日より、ボンバルニア DHC-89400 の運行を開始した。ありがとうございます。